大坪広子は、日本の医師、医学者、厚労官僚、厚生労働省大臣官房審議官、東京時計会医科大学に進学し、医学部の医学科にて学んだ。1992年、東京時計会医科大学を卒業した。その後2000年3月27日に、東京時計会医科大学より、博士の学位が授与された。大学卒業後は、母校である、 東京時計会医科大学の医学部の助教に就任した。また、血液安全確認システムの立ち上げなどに携わった。また、東京時計会医科大学附属病院で内科医を兼務した。2007年10月1日、厚生労働省の施設等機関の一つである国立感染症研究所に出向し、人気付きの研究員として血液安全性研究部に配属された。 2008年9月、東京時計会医科大学に復職した。中央合同庁舎第五号館にて、その後、2008年、厚生労働省に議官として入省した。同年、厚生労働省の医薬食品局にて、血液対策課に配属された。2009年には、厚生労働省の健康局に同し、結核感染症課に配属された。2010年、 厚生労働省の医薬食品局にて、再び血液対策課に配属された。2011年、環境省に出向し、総合環境政策局の企画課にて、特殊疾病対策室に配属された。その後、石渡健康被害対策室に配属された。翌年、特殊疾病対策室の室長に承認した。2013年、厚生労働省に戻り、 医生局の総務課にて医療安全推進室の室長に就任した。2015年に内閣官房に出向し、健康医療戦略室にて三時間に就任した。2019年7月、厚生労働省にて大臣官房の審議官に就任した。また、内閣官房に設置された健康医療戦略室にて事情を兼ね、健康医療政策の取りまとめに従事した。 その他、内閣府にて、大臣官房の審議官に併任されるとともに、日本医療研究開発機構、医療情報基盤担当室の室長にも併任された。2020年4月3日付で、内閣府、内閣官房の役職の兼務を解かれる。2020年8月、厚生労働省大臣官房審議官に就任。ありがとうございます。